をおびき寄せる餌は手作りに限る。
自然に反する実験をしてる。この山々はイーライとホワイトテール自警団のホームだ。彼らは重武装しよそ者を警戒してる。まさに俺好みの連中だ。だがもう何日もイーライから連絡がないんだ。すでにジェイコブ・シードと戦い始めてるといいんだが、唯一入っているのは俺の姪っ子のジェスからのメッセージだ。あいつによれば彼とは製材所を収容所にしたそうだ。手始めにそこを当たるといいかもしれん。何？待たせたな。よしやぞ、行け行け行け。
あまりにも多くの戦車が。
第二ドムを前進させるな。動員部隊を送る。確かイーライがお前を探してなかった。メルク城での勝利は大きかった。本当にな、人狼作りは中断を余儀なくされ、ジェイコブの活動に大きな痛手を負わせた。奴は面白くないだろう。よくやった。よくあそこを解放してくれた保安官。エデンズゲートと戦ってくれる連中が大勢いると言ったが、彼らにはリーダーが必要だった。ようやくそれを手に入れたらしい。カルトから勝利すればするほどお前に手を貸そうとする人たちも増える。ダッチアウト。
誰かいないか。ファングセンターから人狼が送られてくる予定なんだが、まだ届いてないんだ。数が足りないなら。ホワイトテールに来ないか。お前がいてよかった。勝負どころよ。ファーザーを逮捕しようなんて度胸あるな。あの狼の実験はマジでイカれてる。このために訓練してきたの。お前も保安官だろ。新入り？どうした？しっかりしろ。